みなさんこんにちは。おはようございます。アイルエンジニアリングの末友です。今日は社長の一日を朝から勝手に密着したいと思います。今朝8時なんですが、社長が来るのを待っています。あ、社長来た。おはようございます。今日は勝手に密着していきます。はい、はい、いつも通りお過ごしください。いつも通りね。はい、今日は朝何時に起きられたんですか？今日6時。あ、早いですね。毎朝6時ですよ。あ、そうなんですか。そうそう、6時に起きて瞑想して、精神統一してます。あ、一日の始まりは瞑想からですか？です。あ、気をつけて。すいません。朝の日課をまず一番に何をするのかと。この猫です。猫に。これよしよしして。貯金箱ですね。そうそう。森さんが、はい、この会社を起こした時に持ってきてくれたやつ。へえ。そう。ずっとあえて撫でてるんです。ああ、そうなんですか。水をね、新しいものを入れて、やっぱね、自分たちだけ美味しいもの食べれないよね。新しい水飲んだらダメですよね。そっか。植物。おお。咲きそうだった。すげえ今バカにしたよ。気づいた？バカにされたの。篠永さんの頭の中お花畑。いや、言ってない。見えたでしょ。よし、はい、一日の日課終わり。はい、もういいよ、コメント。もうここからデスクワークですか？そうですね、メールのチェックですね。ちょっと一息ついて。はい、じゃあまた何かありそうな時に回します。はい、分からんように回してる。分かりました。何を撮った？社長の密着じゃなかった？うん、私関係ない。すごい思うだよ。やだ。おはようございます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 。帰ってきた。タバコが一番多いな。タバコがもう急落状。タバコはコンビニのゴミかな。コンビニのゴミ、風で飛んできて。社長見ちゃった。すいません。あの、動いていただいてください。もう動いてる。美味しい、1個が。1個の組み方がすごい美味しい。買われたんですか？ありがとうございます。そのボス感が。ね。いいですか、もらって。ありがとうございます。大富豪。ここで踊ってもらっても全然これでいいですよ。マッチョ体操の人。マッチョ体操。マッチョマン体操。マッチョマン体操。まあ、見ときな。この音楽で来る。お腹すいた、さっちゃん。はい、ご飯炊けてますよ。早く早く。はい、どうぞ。ありがとう。はい。あ、なんか、そうじゃない、インターの企画に2つほど今起きない。
本だけにしてくれたんですけど、はいはい、これから集めていくっていうやつですね。あもしあと、まあ、アイドルとしてどうなったかなと、社長のもっと大きな夢なのか語ってないのかなと思うんですけど、いや恥ずかしいですよね。これからどちらへ？これから、名古屋。名古屋。名古屋です。新幹線で行かれるんですね。そうですね。密着させていただきます。今日社長密着でずっと撮ってるんですよ。なるほどなるほど。朝からですか。はい。面白い。食事に同行してまいります。よっしゃよし、おーし、ガシガシ食べるぞ。うまえ、エブリンって書いてある。すごい。やっぱね、こういうところで 見せつけられるよね。すごい、ね、力の差をね。いやいやいや、食べな、もう早く。早く食べな、もう。いや、私取った。どう、食レポ、食レポ。鶏肉の醤油で食べるわ。こっちが多いなって。なんかあったね。鳥じゃねえけど。何やってんのかなと思った。鳥じゃない。鳥じゃない。多分なんか。マグロの外交さ、サンプルめんどくさかったから、社長絶対好きです。うん、まっ。一番やろう。前なんかマシカツっぽかったじゃないですか。ちょっとそこら辺の凹凸もあって、高低差も出てきた。あ、向こうがそうしていいですかって言われたんで、ああ、そう、はい、あ、じゃあお願いしますっていうふうに。1億ぐらいの積算をしようと思ったらどんぐらい時間がかかるんですか。まあ交渉にもよりますけど、うん、1億ぐらいだと、まあ本気であれば1日かからないんじゃないですか。へえへえ。白川さんで多分1週間ぐらい。じゃあ私も一息ご一緒していいですか。まあ、いいですよ、いいですよ。すいません。あ、2、3日密着ありがとうございました。ありがとうございました。社長はいつも忙しくされてると思うんですけど、うん、と社長の原動力、頑張れる理由っていうのは何ですか。理由ですね。まあみんなに幸せになってもらいたいから。はい。すごいな、そんな会社に勤めとんだってこう言われるような従業員さんたち、はいはい、そんな会社にしていかないといけないなっては思ってやってますね。な、単なる建設業してるだけじゃ、まあ、そうはならないので、はい、まあ、それをするためにじゃあ何をするかっていうことで、はい、うん、まあ、海外に出たり、うん、そ、全国を走り回ったり、うん、まあ、それが結局今の経理念につながってて、はい、潮流全体を見据えてっていうところが、はい、事業全体を見据えて、はい、うちが何かできることを模索しながら、お客様に喜んでもらうために、うん、新しいことをどんどん勉強しながら提案していくと、はい、いうことで、まあ、会社自体も向上していくし、それに携わる人たちもみんな、それが結果となって、はい、会社が今も向上していく。はい、じゃないかなって私は思ってます。なあ、まあ、従業員もそうですけど、協力会社様、例えば桑本健太さんとかも、うん、まあ、やっぱりアイルさんと一緒に仕事しだして楽しいって言われたらやっぱり嬉しいですし、そう思っていただいてるのも、私はちょっとうーっときました。そうですね。
朝ちゃんと言ってもらえたらやっぱり喜んでもらうってすごいいいですよね、はい、あと喜んでもらうとこ見ればやっぱり自分も嬉しく楽しそうですね、はい、そういう仕事をずっとしていきたいですね、はい、でもそのためにはやっぱね勉強も必要です、そうですね、分かってないとですし、やっぱ人としてね打たれてなんぼだから、はいはい、壁に打ち当たってその壁を突破する勢いの力を、はい、作っていかないといけないんです、そうですね、まあ、それを授業の皆さん実践していかないといけないです、はい、だからこそ厳しいですね、はい、いう時もありますし、はい、やっぱ結局従業員さんたちここが向上することに結局それって自分に返ってくると私は思っていて、はい、お金になって返って人間力として返って、はい、まあ、結果それによって自分たちが大事にしたい人たちも幸せにさせてあげれるんじゃないのかなって私は思っていて、はい、うちの会社って、私もこうやればやるだけでね、はい、給料はい、反映してもらってますからね、まあ、そこじゃないですか、働く理由って、ね、それをもっともっと還元してあげたいですし、はい、私の役目、役割ってやっぱ会社をどういう風に引っ張っていって、はい、こう大きく反映していくか、導いていくかっていうのが私の土俵だと思います。あ、現場の人たち、従業員さんたちが、はい、その中で会社にどういうふうに貢献しているかっていうのを考えながらやっていくのが、はい、皆さんの役目役割、うん、まあ、プレイヤーとしての仕事だと思うんですよね、はい、ただ皆さんは皆さんで自分たちでどういうふうにしたらいいかっていうのを考えてやってほしいなと思います、うん、環境ってね、整えようと思えば金さえ出せばいくらでもこう素晴らしい環境って整えれる、はいはい、でも本当の意味の現場の人ってあるものを使ってどう現場をこなしていくかと考えるのが一つ、はい、ただまあ時代の流れによって今すごいハイテクなものが出てくるので iPhone とかそうですけど、まあ、そういうものはそういうものでちゃんと活用しながら、はい、やっていってほしいし、うん、そんな中でどういうふうにやっていくかっていうのも一つの現場の方の仕事だと思ってるので、まあそれはね、いろんなものをかき集めて買ってやれば誰でもってできる、うん、でもそれじゃやっぱ価値がない、はい、自由不便なものを使いながらハイテクなものを使ったものと同じだけどれだけできるかっていう、うん、レアにしてる、うん、技だと思う。なるほど。2,3 日社長を密着してきました。末友です。今回も感想を少し喋らせてくださいのコーナーです。社長の密着で分かったことではないですが、本当に社長は毎日忙しくされており、来客も1日多い日で6件、終わったら電話、外出と話しかけるタイミングを見失うと1日挨拶だけで終わってしまうという日もあります。時間がある日は中庭で日光を浴びたり、植物の植え替えをしたり、私たちが気づかないホコリを見つけては掃除されたりと、密着動画中には映せなかった部分もたくさんありましたが、エブリン様との食事に同行させていただいた時、社長また新しいことをしようとしとるなぁとワクワクするビジネスの話もされていましたし、何より初めてお会いする方と2時間ほどの食事でぜひまた会いたいとお客様が社長に興味を引くところや、社長とお会いして社長の考え方に魅力を感じ働きたいと思って入社された従業員さんがおられたりと、社長の人を引きつける才能は真似しようにもできないところだなと思いました。そこは真似できなくても、社長の言われていることをアウトプットしていく力は身につけていかなければなりませんし、そういう立場になる楽しさも最近あり、アイルって会社は面白いなぁとふつふつ感じています。最後まで聞いていただきありがとうございました。それではまた次回。一緒に働いてくれる方募集中です。